みたいになってて、車道になってて、それが。ずっと行くんですけど。お前は、私が破壊する！脇に歩道らしい歩道はなくて、ほぼもう車の通る道って感じ。でも、夜だったんでね、ほぼ車通りも通ぜ。人通りなんて通ぜっていう状態で走っちゃったから、もう普通に左のね、で、その女の子がね、向こうに向かって歩いてるんですよね。で、こっちに走ってるんですよ。あれ、一緒に行くかなと思いながら、ここずいぶん、なんか一人で手とか歩いてるんですよ。まあ、ちょっとね、シャッカーした遊び人3人組だったんでね、おお、なんか女の子多いじゃん、ちょっと行こうやつ。で、ちょっと近づいてってね、ちょっとだけ速度落としてね、こう振り向きながらね、見たの顔。まあね、可愛い子だったんですね。おめっちゃ可愛いやん、もう。で、早速こうスーって近寄ってってね、窓ガーッて開けてね、君さ、どこ向かってんのなんて言って声かけて、そしたら女の子もファって気づいて、えー、いや、あっちの方の高台に行こうかなと思ってって言うから、え、なんだよ、俺だって一緒じゃん、乗ってきなよ、大変でしょ歩くの、なんて言って、そしたら、なんて言ったけど、まあ、乗りも良さそうだし、可愛いしで、え、いいよ、乗りなよ乗りなよって乗っけてあげるからさ、何もしないからって言って、まあ乗りだけでね、あー、じゃあお言葉に甘えちゃったなーって乗せてもらいまーすね、その女の子も、まあ、ノリがよくね乗ってくれたんですよ。やったーって言ってね、ちょっとね、まあ、みんなテンション上がって、で、まあ、もう本当にどう楽しかったんですよね。そうやってもう運転席不じゃったんですけど、まあ、後ろにね、まあ、もう一人友達、女性の友達、この4人ね、その女の子のことをいろいろ聞くわけですよ。えー、何、どこ出身なのって言ったら、あ、実は私大阪なんですよ。まあ、確かにノリもいいし、関西弁だったから、ああと思ってね、実は3人とも大阪出身なんですよ。これはいいっていう話になってね、なんだよ、地元一緒じゃんか、つって、どうやってノリ合うと思ったわ、なんて言って、すごく盛り上がったわけですよね。で、まあ、いろいろ喋ったんですよ。なんかまあ、どういう男のタイプだとか、なんかこう、何しないくつなのとかって話とかもすごい盛り上がって、で、もう、しょっちゅうでも本当にいろんな話をしたわけですよ。で、女の子ももう、キラ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 笑って、ギャグも言うわ、ね、その周りの一緒に乗ったメンバーもわーって盛り上がったわけですよ。でもあっという間に、もうほんと車で少し行っただけだけどね、もうほんとにすぐ、もう高台に着いてね、開けて、まあ駐車場っていうのは駐車場もないんですけど、一応車止められる。まあガーッて行ったら、止めて、もうほんとに車止めるようとしてる時に、もうパッて前見るとね、わーって開けてね、海がもう見えてるんですよ。で、ほんとに綺麗だったらしいですよね。月も見えてるし、星も見えてるし、わー、もう星めちゃくちゃ見えるねーって、すごい綺麗じゃんみたいな。って言って、もうね、車中また盛り上がって。で、はい、到着って言って、車を通って、まあ、みんな出たわけですよ。で、こう出た瞬間にこうやって、あー、すげえいい、いいなー、これ、つって、景色いいなー、つって、よかったら晴れて、なんて、っていう話をしてね、わ、向こうの方夜景見えるなーって、もうちょっと行ってみようぜ、でも崖だから怖えなーって言って、こうみんな、ふーって言って、こう、向こうの方見てたんですよ。そしたらね、同じタイミングで、その車のね、後部座席右側から降りてきた女の子ね、パッて開けて、トントントンって言って、そのまま、崖から降りてったんですよ。それはそれはもう、開けた瞬間、ホップ、ステップ、ジャンプって、もう本当にスキップするかのように、崖の底に。それでみんな、まあ、こういう時ってね、うわーとかなんなんですよ。えってなったんですね。こんなして、あー、いやー、着いたねーなんて言ってたら、えってなったんです。女の子が目の前に落ちてる。3人とも顔見合わせて、落ちたの。うん。落ちたよ。落ちたよ、何も。で、近寄ってみたら、もう見えないんですよ。崖の下ですからね。もう波の寄せ寄せにザザーン、ザザーンって音だけ聞こえます。落ちたよな、落ちたよな今って言って、もうそこでようやく事態に気づいて、ドワッて言って警察に連絡して来てもらって、でも暗いからもう応援呼ばなきゃいけないとかちょっと事態になっちゃって、結局その女の子を崖下で、まあ、頭から血を出して分かって、まあ、亡くなってたんです。でも何が起こったんだか全然わからない。
のを警察がね調べた結果、その女の子ほぼ荷物も何も持たないで宿に泊まってたらしいんですけど、自殺しに来ていた。そんなことがあるもんかって思ったそうです、思ったそうです彼ら。だって車で向かってる最中、いや私大阪出身なんですよって、一緒だなって言って、もし盛り上がったら、いやなんか、いやまあなんか私結構ノリいいからさって笑ってたんですよ。ゴーゴー笑って普通に喋ってた。それがね、ついた瞬間人はもう下を見て、もう今から行きますよっていう、なんかもう決意も、ね、込めているような、そういうなんかこう暗い印象っていうんですかね、そういう印象があるかもしれないんですけどね、実際のところはこんな人もいるんだという感じです。ある女性の方が高校生時代に体験した非常に不思議な話になるんですけども、でその彼女ね、家から高校に通うことができなかったんですよ。っていうのはもうちょっと距離が遠すぎちゃって、なんで、まあ、高校生の時からもう一人暮らしを始めたらしいんですね。ただまあ物件は当然自分が契約できないんで、お父さんが契約してくれたんですけども、まあ、一人娘でね、お父さんもお母さんもすごく心配したらしくて、まあ、だからマンションの5階のね空いてる部屋を見せてくれてね、まあ、そこに住むことになって、でさらにちょっと防犯気をつけようっていう話をしてね、でその防犯アラーム、ちょっと僕もそういうの詳しくないんですけども、白い箱みたいな、まあ、そういうアラームをね、まあ、玄関に入ってすぐのところに設置したらしいんですよ。でその防犯アラームって、まあ、どんな効力があるのかっていうと、まあ、誰か、ね、彼女以外の人物が勝手に入ると、まあ、そのアラームが作動して鳴り響くらしい、あとはその、まあ、誰かが侵入した瞬間にその鳴り響くと同時にメール届くと、自分のところに不審者が入りましたと、まあ、そういう風な、まあ、アラームらしいんですね。で、まあ、そこまでねちゃんと防犯もしてるし、しかもマンションの5階だし、まあ大丈夫だろうと思って高校生活が始まって、でしばらくしてからですよね、ある日、これはね、まあ、彼女曰く夢なだったのか、まあ、本当だったのかはちょっと定かではないらしいんですけども、夜寝てるとね、部屋の中になんか気配がするんですよ。え、なんだろうと思って目が覚めて、こうふって目を開けて周りを見たら、自分の寝てるところのすぐ近くに黒い人影ですよ。ただまあ男の人だなっていうのは何だか分かるんですけど、が立ってるんですよ。ふーってびっくりして、そのまま固まってたんですよ。だからなんかその黒い人影みたいなのがね、まあ、顔とかもはっきり全然分かんない、ていうかもうほぼ黒い人影ですよ。なんか立ってるんだけど、こう蜃気楼のようにゆらーゆらーゆらーって揺れてるんですよ。で部屋の中にいるんですよ。何どうかなって思ってるんだけど、体がねもう金縛りみたいになってて動けないんですよ。うわーどうしようどうしようってやってるうちに、その黒いねゆらゆら揺れてる人影が、まあしばらく突っ立ったんだけど、部屋の中をスーッて動いたかと思うと出て行っちゃったんですよ。あーよかったで、まあその日ね、まあ、眠ったらしいんですけども、まあ、そんなことがあって、これちょっと怖いじゃないですか、まあ、夢だったような気がするんだけど、なんか怖くなって、翌朝起きたらすぐにね元締まりとかちゃんと確認して、まあ、一応まあ泥棒じゃなかったっぽいなとね、何もなかったよなって確認して、まあ、やっぱり夢だったのかなって思いながら、で、まあ、戸締まりもきちんとし、まあ、学校に向かうときに防犯アラームを確認し、で鍵もちゃんとかけたぞって確認して、その日行ったらしいですか。で学校が終わって帰ってきて、鍵をねガチャッとドアね開けて、ただいまーって言いながら入った瞬間
間にふってこっち見たら防犯アラームが根こそぎなくなってるんですよ。え？え、なんでないの？え、パスだったよね。あれ？なんでみたいな、ないです。でも貼ってあった痕跡はあるんですけど、ないんですよ。誰かが入ったのかなって思って慌ててすぐ警察に電話して、すいません、なんか家に誰か入ったかもしれませんって防犯アラームが取られちゃっててって言ったら、もうすぐに駆けつけてくれて、でお父さんとお母さんに連絡してね、呼んで来てくれて、でまあいろいろね、まあ、警察も、まあ、女子高生だからってなったのか分かんないですけども、結構念入りに調べてくれて、指紋の採取とかね、足跡とかないかって全部調べてくれたんですけども、一つがないんですよ。心臓の痕跡が全然ない。いや、なんでだろうね。まあ警察ももう首ひねってるんですよ。なんでだろうね。ただアラームだけなくなったんですよ。ちなみに部屋の中も何か物色された形跡はないし、なんなら物も取られてないですよ。ただアラームだけが奪われたんですよ。なんででしょうね。まあでもちょっとね、巡回とか強化しますんで、また何かあったらすぐに連絡してくださいっていうふうに言われて、まあそれっきりになったんですけども、だからそれから何か特にね起こったわけじゃない。ただ一個だけ気にかかってるのが、その防犯アラームがあるっていうことはね、だってその誰かが入る前にもあるわけですから、で入ってから撮ってるわけですよね。絶対入った時に鳴るだけじゃなくて、メール届くんです。メール届いてないですよ。そしたらどうやって入って取ってったんだろうね。もうそうなるじゃないですか。だから僕の話聞いた時に、これ人なのか、それともまた何か別のものなのか、ちょっと分かんないですねって言ったんです。そんな非常に不思議で不可解な、まあ、ある女性の方の体験になりました。だもう昨今はね、もうパソコンよりもスマホの方が主流になっちゃったかな。きっとね、この動画もスマホで見てるよっていう方が多いんじゃないかなとは思うんですけども、パソコンでインターネットを使ってね、何かを検索するときって、キーボードにね、こう、まあ、文字列ガタガタって叩いて、で検索をしてね、まあ、検索するじゃないですか。その時になんか特定の文字列ではなくて、適当にキーボードバタバタって叩いてカタンって検索したことあるかな、いますかね。ちなみに僕はやったことあるんですけども、それもでも別に何のことはない、ただの興味本位でね、わーって適当に打ってバンって言ったらなんか出てくるのかなと思って、まあ、やったことがあるんですけども、この話はね、多分今大学生ぐらいの方かな、の男性の方なんですけども、中学生の時に、まあそれまでスマホも持ってもおらず、パソコンも使っちゃダメって親から言われて、結構厳しい家に育ったっぽいんですけども、ようやくね、お父さんとお母さんから家の共用パソコンは使ってもいいぞと、まあ、言ってもらったらしいんですよ。やったと。で家に帰ったらね、パソコンを開いてインターネットでいろいろ検索してね、好きなアニメとか、まあ、そういう情報とかね集めたりするわけですよ、バンドの情報とかね。でやったらしいんですよ。でまあほんとのめり込んじゃって、でいろんなものをインターネットで検索してたらしいんですけども、ある時もうなんかやり込みすぎて目とか頭とか疲れてくるじゃないですか。で疲れちゃってふとね、適当にキーボードをガタガタガタって叩いてバーンって検索したらしいんですよ。そしたら一件だけ検索がヒットして、まあページのタイトルが出てくるんですよね。そこに適当にキーボード叩いてんじゃねえよ書いてあったらしいんですよ。うわってびっくりして、思わず戻るボタンを押して、で検索の最初のね、検索する前の画面に戻ったんですけど、え、何今の